前髪がないユニボーあなるほどこういうなんかストレートなあーちょっとかっこいい感じ、ね、かっこいい感じのミニボブにしたいなって、うんうん、承知しました。はい、思ってます。で、ね、鉢のここのボリュームがやっぱりちょっと気になるから、はい、顔ちっちゃいんですけど頭の角がちょっと大きいんですよ。あ、そうなんですね。そう嬉しい、ありがとうございます。はい、こんにちは。ショートボブ専門美容師のミッチーです。今日も、YouTube リアルサロンワークをやっていきたいと思います。本日のゲスト様のまおみさん、はい、はい、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。カットですね、はい、今日ね、はい、はい、長いですね、髪。あ、そうです、うん、伸ばして2年前ぐらいから伸ばしてます。はい、ショートにしたことはあります。中高は割とちょっとショートだったので。そうなんですね、はい、分かりました。どうしたいとかお悩みとか。前髪がないミニボブ。あ、なるほど。こういうなんかストレートなあちょっとかっこいい感じ、ね、かっこいい感じのミニボブにしたいなって、うんうんうん、承知しました。はい、思ってます。前髪はなんか今みたいなこういうちょっとさらっとあるかないかみたいな感じ。そう、あるかないかぐらいのさらっと、さらっとね、全部ストレートっぽい感じが、うん、いいなみたいな。分かりました、はい、ちょっと癖が終わりなのかな。そうですかね、今何もしてないんですけど、うん、ほんのりほんのりうねるような。いずれにしても表面の方はちょっとアイロンとかは軽く入れてもらった方がいいかなと思うんですけど、はい、ストレートアイロンは持ってますね。ストレートアイロンは持ってます。 OK です。じゃあストレートアイロンやってください、はい、これカラーもなんかちょっと前に黒染めかなんかしてます。もしくは暗いところから明るくしました。明るくしてて成人式なので暗くしたって感じ。そっかそっか、それでちょっとなんかこの辺に顎になるした形跡ですね、これは。はい、なるほど、そうです、うん、長さ的には顎ぐらいとかになってくるんですけど、はい、お顔の形的には結構切り込んじゃった方が似合います。下手にちょっと長めなこういう感じとかに安排取っていくよりかは、うん、ちゃんと顎ラインぐらいでバチッと切り込んじゃった方が絶対可愛いんで。ああ、そっちの方がいいです。いいですか。はい、ね、鉢のここのボリュームがやっぱりちょっと気になるから、はい、顔ちっちゃいんですけど頭の角がちょっと大きいんですよ。はい、ああ、そうなんですね。そう、この部分は抑えるようにちょっと家でセットするのは、はい、あの最後お話ししますんで。はい、わかりました。ぜひやってください。はい、うん、ボブで鉢が出てるとすごい四角くなるんですよ。はい、ああ、そっか、確かに確かに。ボブってやっぱり裾がこう四角いカットラインだから、それに対して上も四角いと、はい、ああ、確かに。なんでちょっと気をつけてください。はい、はい、で、あとはそのスタイリングをウェットっぽくして、まあ、ちょっとオールバック気味にするのかとか、はい、まあ、ちょっと垂らすのかっていうのは好みなんですけど、いずれにしてもちょっとウェット感はしっかり出さなきゃいけないスタイリングなので、はい、オイルかバーム。はい、オイルの方がいいです、ああいう感じだったら。オイルの方がいい、うん、あのバームでもいいんですけど、バームをあのぐらいつけようとすると結構ベタベタな感じで、ベタベタというか重たくなる。オイルの方が軽いくてウェット感出るから、はい、アイロン全部通した後にオイルをガーッともう顔周りからガーッとつけるみたいなのはやった方がいいかなっていう。わかりました。で、オイルっていうのがいわゆる、ドライヤー前につける揮発性のオイルと、ドライヤーの後朝つける揮発しないオイルが2種類あって、はい、こっちを朝つけても全然いい感じにならないから、うん、それはあの気をつけてくださいというところで、なんか持ってます、そういったの。オイルは持ってます。持ってます、はい、クール系の感じ、かっこいい感じが好きなんですか。かっこいい感じが好きですね。はい、じゃあそんな感じで髪質の部分見て切っていきますんで、はい、お願いします。でバッチリおしゃれにさせていきますんで、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構髪がカラーで傷んでるのかな、結構引っかかる、まだ引っかかります ね、あるんで、はい、ちょっと引っかかり防止のミストつけて、ありがとうございます、はい、いきますね、カット中に先に染み込んでくれるように。あ、基本髪短い方が好きなんですか。短い方が好きですね。あ、じゃあ成人式のために伸ばしていたという、それは無事この間終わったという。無事、おめでとうございます。ありがとうございます素敵な人生が待ってますように。あまりアイロンとかもしないので。あ、そうなんですか。ロングを使いこなせなかったというか。あ、ロングヘアってやっぱり、はい、長いだけで女っぽさをすごく担保できるんですけど、うん、はい、アレンジしないとただの長い髪で終わっちゃうことが多いから、すごいサラサラな人とかはね、いいんですけどね、はい、うん、そうなんですよ。ショートヘアの場合はちょっとこまめに切らなきゃいけないっていうのはあるんですけど、はい、まあ、ロングよりかはその日々のアレンジは楽、うん、はい、うん、ですよね。なんとなくボブイメージを作ったので、ここからはちょっと攻め気味に切ります。攻め気味に、はい。
ああいうスタイルはもう攻めた方がいいんで、はい、あ、ひよったら負けなんですよ、ああいうスタイルは。切り込まないと絶対おしゃれなんないから。見てください、方向性はもうこれで見えたんで、はい、あとはドライした時の癖の感じとか、はい、膨らみとかね、そういうのに対応していくだけですから、似合う似合わないの判定はもう、はい、もう大丈夫です。あ、もう大丈夫、はい、あ、よかった。ここをね、もうちょい切るかどうかをね、今すごい葛藤してます、うん、ちょっと乾かないと切れないなと思ってるんですけど。ドライの時に分け目をつけないように、はい、あ、つけないように、そう、ちょっと反対から乾かした方がいいです、こうやって反対から、うん、そうするとちょっとふわっともして、はい、鉢が目立ちにくくなるんで。あ、なるほど、はい。ちょっと重いですけど、うん、こういう雰囲気でね、うん、はい、じゃあ軽くします、はい、丸くてもこっと広がっちゃう感じを取っていく感じですね。やっぱ丸くなっちゃうんですよね、うん、そうなんですよね。だからやっぱりそれはどうしても残るから、はい、アイロン入れでちょっとこうストレートにしてもらうっていうのはやっぱり必要かな、はい。前髪あの感じだとね、多分めちゃめちゃ少ないんですよね。それはそれでいいですか？少なくても、うん、はい、こんなもんです、うん、今のこの感じでまっすぐ感ってどうですか、はい、ストレート感っていうのはもうちょっとまっすぐの方がいいって感じですか？できるだけまっすぐの方が、うんうん、なんか丸くなっちゃうのがちょっと気になるみたいな感じ。あ、そうですね。そうですよね。そしたらマイロンですね、ここから先は、うん、大体ああいうスタイルっていうのはヘアメイクさんがまっすぐにしてるから。ああ、やっぱりそうですね、はい、それはもう間違いないんで、はい、ちょっと外跳ねするぐらいのテンションでアイロン入れる方がいいです、はい、なんで、まあ、そのアイロンありますかっていうのと、はい、ヘアバームじゃないオイルとかね、はい、ありますかっていうのを、その胃の一番に確認したのそういうところだったんですよねそこがないと、はい、あの割とシンプルな内巻きボブにどうしてもなってしまう、そかそか、あの髪質というか骨格というかをされているので、はい、メイクと一緒でやっぱり、はい、いつか覚えないとダメですかね、やっぱり。そうですよね、はい、それを諦めて逃げ続けるならなりたい髪型を諦めた方がいいです、うんうん、それをね簡単に似合うようにするのがあのここでの僕の仕事なので、はい、上下できればちょっと2段ぐらいに分けて真下に通す。真下、お、うん、こうしたらダメです、こう通す、こう、なんならちょっと外に返してもいいぐらい、場所によっては。オイルはこれはゴールデンホホオイルなんですけど、はい、こういったあの N ドットオイルとか、はい、結構たっぷりいっちゃっていいです。あ、結構、うん、あのそんなにいいんですか？いっちゃっていいです、はい、でこれをもう全体につけたいんですけど、はい、まあ、まずお土産顔周りからこの辺から、うん、後ろもここの部分もしっかりつけてください、はい、前がしっかりついてて後ろパサパサっていう人結構ね、息歩いてるとすごいいるんで前はめっちゃいい感じなのに後ろパサパサみたいな、はい、ね、おー嬉しい、ありがとうございますやっぱりちょっとアイロン等々はね、はい、重要なスタイルにはなっちゃうんですけど、はい、通せばいいんで、通してオイルブワーってつけとけばこうなりますから、はいはい、あと前髪だけねちょっとこう、うん、最初慣れないと思うんですけど、はい、あの取り出してもらってって感じで、はい、今日のスタイル画像だったらもうこんな感じですよね。はい、そんな感じでしたね、感じでね、はい、お顔立ちとあのすごい目が印象的なので、はい、こういう感じはすごい似合うなって思ったので迷わず切らせていただきましたありがとうございます、はい、すごい綺麗、うん、嬉しい、まっすぐ真っ直ぐになってますね、はい、はい、この感じだとなんかこういう感じでもいいんですよね。
あもう上げちゃオールバックにしちゃって、確かに確かに、はい、この辺の産毛がちょっとチロチロあるぐらいでも、うん、こういうスタイルだと、はい、これでもいいんですよね。あもういいですね。もう結んでる時と一緒だから、ね、でこのプツッとしたライン感と、うん、ウェット感がここにあるから、うん、ここがおしゃれに見せてくれるんですね、うん、この 毛先が、はい、あとはもうこの辺はウェットになってればいいから、多分ロングの時よりもはるかに楽なん で、 楽です、ね、アイロン通してちょっとウェットにしてもらえればいいと思います。わかりました、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。